井上喧嘩坊井上喧嘩坊昭和9年9月11日は日本の川柳作家。幼名は七郎、後に光一。著書に江戸時代の川柳などがある。明治3年6月3日、山口県萩に生まれた。家系はもう年家に仕えていたが、廃藩後に没落、父英介は1891年に不遇のうちに亡くなった。 独学で小学校代用教員となり、後に山口県の新聞社、法要新報に就職して新聞記者となった。同じ頃山形止めと結婚し、3人の子供を授かるも止めは3人目出産後の予後が悪く、1898年に高い。直井の上は、その3年後の1901年に岡信と再婚、2人の子供を設けた。 同じ1901年には、越後日報に、就職、主筆となった。1903年7月、越後日報を退社し、新聞、日本に入社。ここで喧嘩坊の筆名で新川流の戦者を務めた。なお筆名は、山口県で、早期がある人を、喧嘩坊と言ったことから、自らをそれになぞらえて、喧嘩坊の漢字を当てたものである。その後退社したものの、 客員として同志の選者を務めた。また他に国民新聞や読売新聞でも選者を務め、新興川流の普及に努めた。1905年結成の柳なる樹派の選抜としても活躍し、対象川流を創刊新興川流派を支援した。しかし同志に掲載された、鶴明の句が治安維持法違反とされたため、同志は 配管に追い込まれた。1929年からは、福岡日日新聞、主婦の友、中国民放でも、戦者を務めた。しかし1933年頃から、体調不良を自覚し、翌年の1934年には、軽い脳一血を起こして、右半身が不自由となった。1934年9月8日に、脳一血で倒れ、9月11日、 カグの神奈川県鎌倉の県庁寺で死去した。没後は、妻の信子が後継となり、川柳史を発行し続け、また、川柳作家の鶴明を支援した。ありがとうございます。